どうも、サッシュです。6月12日日曜日、今日も月浜にウィンドサーフィンをしに行きました。ご視聴ありがとうございます。アルチャンネルのサッシュです。今回は梅雨入り後最初の週末の様子ですね。天気も風もそこそこ良かったんですよね。まあこの後天気が急変して恐ろしいことになるんですけどね。その様子は動画の後半で。では早速いつもの60ホイールで行ってみましょう。
どうも。今午後の1時ぐらいになりますね。風すっかり落ちちゃいましたね。昼食休憩でしばらく様子を見たいと思います。いやー、いい天気。どうも。今2時半ぐらいになりますね。フォイルで海に出てたんですけども、やばいですね。雷雲が近づいてきました。海の上で稲光を見てしまいましたね。はい、雷が鳴ったら陸に上がる。これが鉄則ですね。何せこの3メートル4メートルのカーボンのマストが海の上に立ってますからね。危ない危ない、避難しないと危ないですよ。ということで、いい風入ってきたんですけども、今日はこれで上がりたいと思います。いやー、どす黒い雲っすね。怖い怖い。光りましたよ、また。見ましたか？いやー、雷ゴロゴロです。はい、気をつけましょう。いやー、この通り。あっちゃんが遊びに来てますね。いやー、雷怖かったですね。はい、今夕方の4時過ぎになりますね。はい、雷と雨が去って、また晴れ間が戻りましたが、風も落ちちゃいましたね。はい、こんな感じです。ということで、もう梅雨入りしましたが、今日は60ホイールで乗れていい日でしたね。来週も乗れたらいいんですけどね。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画いいなと思ってくれたら高評価をお願いします。また今後もウィンドサーフィンの動画などを投稿していきますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。